ようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。その前に電話取材して、あのパスタの話を聞かれて、ペペロンチーノか、その話聞いて、ちょっと奥さんに代わってもらおうかなって。その話だけ聞かせて。おはようございます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 。行ってきた。行ってきた。これ、喜んだ人です。ロケットから。
これ何本やればいいですか。
Thank you.
打球ちょっと高いところ辺のあたりで。よし。じゃあすいません。代表で FBS のアナウンスをお願いします。はい。自主トレここまでどのような調整具合で進めますでしょうか。まあ自主トレというまあよりはまあリハビリ手術明けなんで、まあその、制限がありながら、中で。の練習なので、まあ、例年よりは、ね、まだまだそんなに、自分の求めているような練習までは行ってないんですけども、与えられた相談して作った与えられたメニューの中はしっかりと、できているので、まあ、今はそれしかできないので、まあ、順調に来ていると。その中でその去年12月に手術された右足首の方なんですが、状態としては今どういう感じでしょうか。そうですね、まだまだ 100% にはまだまだなんですけども、まあ、徐々に、走る練習だったり、ステップを踏む練習だったりっていうのが、入ってきたので、まあ、よりこう実践に近い練習ができているということなので少しずつ、回復しているんじゃないかなと思います。今は 100% ではないとおっしゃりましたが、まあ、数字で言うとどのあたりぐらいまでという感じでした。どれぐらいですよね。6、7割ぐらいですね、はい。まあ、その中で、まあ、今細かいステップも増えているみたいなお話もありましたが、痛みとかもそういったのもない状態でしょうか。そうですね、まあ、やっぱり手術をしたので、まあ、多少のやっぱりその運動後の、激しい運動後の若干の腫れなどありますけれども、まあ、手術する前よりは全然、痛みもありませんし、まあ、順調に来てるんじゃないかなと思います。まあ、100% に動けるようになるまでのこう
時期とか青写真みたいなのっていうのはご自分の中で描いてるものはありますでしょうか。まあ、早くね、100% の状態になればいいんですけども、まあ、こればっかりは手術をしてくださった先生とまたトレーナーの方と、まあ、相談しながら、メニューを決めてやってるので、そのメニューを一つ一つ消化していくことが、一番の近道だと思いますし、どこまでとかどれぐらいまでっていうよりはとにかく一日、練習メニューをしっかりと、やれたかったのがうまくいけば早くいくんじゃないかなと思います。右足の状態もありますので、メニューも限定されているかと思うんですが、その中でもこの時期に今鍛えている部分とかテーマっていうのがもしあれば、あまりこうランニングだったり、技術的な練習というのは、制限されているんですけども、それ以外の、細かな部分、今まではあまりしてこなかった本当に足の指から、鍛えるような、トレーニングも、足首のリハビリのためにやってますけども、そういうのがやっぱりこう今後、怪我が治って普通にプレーできるようになった時にすごく生きるんじゃないかなと思ってやってるので、例年とはまた違った、細かな、地道なトレーニングをしています。年が明けてバッティングも始められたようですが、バッティングに関しては今どういうテーマで臨んでいるんですか。あまりこうテーマ思って打てるほど数も振ってないので、とにかくやっぱり一番は足首の回復が一番だと思いますし、これからどんどん、回復していけば、打つ数も増えていくだろうし、そうなればもっともっと自分の打撃をしっかりと、作り上げていく、練習ができるんじゃないかなと。今はとにかく、バッティングというよりは、足首のリハビリも兼ねた、トレーニングをやってます。その中で、右足の状態によって少し、体の変化であったりとか体の動かし方の違いであったりとかっていう部分もあるかと思うんですが、そのあたりでこう今年変化が自分の中で何か出てくるんじゃないかなとか、そういった思いとか違ってくるというか、どうでしょうね。それは本当に、試合をやって感じることだと思うので、今は、とにかく怪我をする、前の状態または、それ以上の動きができるように、と思って、練習しているので、この怪我の期間、リハビリの期間をすごく大事にして、復帰した時には、しっかりと今まで以上のパフォーマンスができるように、したいなと思います。今年は、アルダ2015の連覇の中で、チームは新監督を迎えてのスタートになりますが、前回視察の際には工藤監督ともお会いになったと思うんですが、何か言葉を交わしたり。いや、もう挨拶程度の、挨拶しか、してないので、そこまで、話は、特になかった。その中でも、このキャンプからまたアピールすることになりますが、どういったことを今年新監督のことをアピールしていきたいと思いますでしょうか。どうでしょうね。やっぱり、とにかくしっかり足首を早く治して、そこの、不安だったり、という部分を、解消していただけるように、早くリハビリをして、万全な状態にして、あとは、持ち味であるバッティングというのを、しっかりと改善して、いきたいと思います。2015年シーズン、長谷川選手が掲げる目標みたいなものがあります。目標です
まあ、全打席打ちたいですし、全打席ホームラン打ちたいですし、まあ、打撃タイトルも全部取りたいですし、まあ、そういうふうに、思ってやってるので、そんな感じですね。全部打ちたいです。それでは最後にファンの方へ、はい、意気込みを含めてメッセージを。はい、まあ、手術して、リハビリ段階ですけれども、一日も早く、100% の元気な状態にして、皆さんにプレーを見ていただけるように、頑張ってリハビリを進めたいなと思います。代表は以上です。この方です。